ダービーマッチ日本のダービーマッチ、玉川クラシコ、玉川クラシコとは、日本プロサッカーリーグに所属する東京都をホームタウンとする FC 東京と神奈川県川崎市をホームタウンとする川崎フロンターレの両チームが対戦する試合の故障である。スペインのサッカーリーグ、リーガエスパニョーラでライバル関係にあり、世界中から注目されるレアルマドリードと FC、バルセロナの対戦は、 エルクラシコと呼ばれる J リーグでもホームタウンが同一市内や同一県内あるいは近接地にあるあるいはホームタウン間の歴史的関係が深い対戦などをダービーとして呼ぶ例が主にマスメディアからあったがこの FC 東京と川崎フロンターレの対戦では両クラブが主導してこれを特化しかつダービーではなく上記のエルクラシコから取ったクラシコとして 他の対戦と差別化している。また、東京都と川崎市の間を流れる玉川を名称に、関して両者の地域性を表している。FC 東京の前身、東京ガスサッカー部と川崎フロンターレの前身、富士通サッカー部が初めて同一カテゴリで対戦したのは、1991年から1992年の JSL2 部でのことである。 その後両クラブは QJFL に参加し、激しい順位争いを繰り広げた。1997年、川崎は J リーグの巡回員となって、本格的に J リーグ昇格を狙い、一方の東京ガスはアマチュアクラブとして J リーグ入りを目指すクラブの前に立ちはだかる、いわゆる門番役としてリーグを戦った。 その年、川崎はわずか勝ち点に1差の3位で、2位東京ガスの後陣を敗して、当時の J リーグ昇格基準である JFL にいいなよを逃し、翌年の1998年には、リーグ最終節で、東京ガスが川崎を逆転して、リーグ優勝した。また、東京ガスのサポーターは、かねてから J リーグ入りを目指すクラブとの試合では、 相手チームを挑発するような行為を行っていたが、川崎に対してはことさら辛辣なコールや、ちゃんと浴びせていた。一方、富士通社員として、富士通サッカー部最後の監督を務めた、上福弘氏が同社を辞職し、東京ガスを中心に発足していたプロ会の設立準備組織に参加するなど、両クラブ間での人事交流が作られていた。 1999年 J リーグの二部制以降に伴い、東京ガスサッカー部はクラブを独立法人化してプロクラブとなり、FC 東京に故障を改め、前年度の J1 参入決定戦で敗退した川崎と共に J2 リーグに参加。2000年には両クラブが J1 リーグに昇格し、初めて日本サッカー界のトップリーグで両クラブの対戦が実現した。 2006年11月、J1 第30節開催に向けて、FC 東京側が、君たちは、東京に勝ちたくないのか。という川崎サポーターに対する、挑発的なポスターを制作し、JR 南部線沿線の各駅に掲出した。これを受けた、川崎側も、公式サイトのトップ画像で、かつ、気持ち以外に、何があると応戦し、両者の対戦を盛り上げた。 また、川崎はかねてから継続的にプロモーションを行える試合として、ダービーを新たに作りたいと考えており、この試合で4から5の逆転負けを喫したことを受けて、ダービーの相手を FC 東京にすることを決め、同クラブに対して今後両クラブの対戦を玉川クラシコとして行いたい旨を打診。異なる文化を持つクラブ間での交渉は難航したものの、 最終的には、FC 東京、村林博士専務の了解を得られたことによって、落着。2007年4月16日、川崎の武田信平社長、そして FC 東京の原博美、川崎の関塚隆史監督出席の下、共同記者会見が開かれ、この対戦カードを玉川倉四子と命名し、伝統の一戦として育てていくことを目指す、と発表した。 当時、二つのクラブ間の対戦で、双方のチームが共同でキャンペーンを行うのは、J リーグはもとより、日本スポーツ界においても類を見ない試みだったため、記者会見は、各種媒体で大いに取り上げられた。なお、記者会見では2007年の初戦を、第11回玉川クラシコとしているが、これは両クラブの J リーグ加盟後の対戦10試合分をカウントしたものである。 またリーグ戦以外での公式戦で両者の対戦があってもその試合はカウントせずあくまでもリーグ戦のみを対象とすることが確認されている。ただ J リーグの公認ファンサイトである Jays g o l で山崎ナビスコカップファイナルは海東京と川崎 F の玉川クラシコと紹介されるなど歓迎的に両チームの対戦を 玉川倉志子と呼ぶ傾向もあるようである。FC 東京10勝9分14敗。川崎フロンターレ14勝9分10敗。FC 東京10勝9分15敗。川崎フロンターレ15勝9分10敗。FC 東京1勝3敗。川崎フロンターレ3勝1敗2010年。玉川倉志子にサブタイトルが命名された。 両チームのキャラクターにちなんだイルカとタヌキの川をめぐる伝統の戦いというストーリーを付加したものである。また、テーマ曲の CD が発売されたタスタジアム演出にも組み込まれ、ホームのチームが勝利した際にしか使用できないという条件をつけた Days フラッ Flag という曲も用意されていた。CD 挿入曲その後、以下の楽曲が追加配信された。 配信局2008年から、川崎フロンターレ選手会が、社会貢献活動として、サポーターらと共に玉川の清掃活動、玉川エコラシコを行っている。2009年からは、FC 東京の選手会も加わり、選手だけではなく東京オドロンパや FC 東京のサポーターも参加して玉川の両岸で、清掃活動を行った。 注釈出典、ありがとうございます。